本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。HCS ホールディングスは情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理をしている会社です。急騰した理由は株主優待制度の導入と自社株の焼却を発表したからです。モノアイテクノロジーはメタバースサービス、イベントサービスをしている会社です。急騰した理由は ピクシブが開催するオンライン即売会にメタバースプラットフォームを OEM で提供すると発表したからですノートはデジタルコンテンツの企画制作配信をしている会社です急騰した理由は創作支援ツールの第2弾の機能を公開したと発表した件を引き続き材料とされているようです BTM はデラックス推進事業をしている会社です急騰した理由は82銀行と 顧客紹介に関するビジネスマッチング契約を締結したと発表したからです中村長工はダイヤモンドワイヤや特殊精密部品などの高高度材料の精密加工をしている会社です急騰した理由はナノサイズゼオライトを添加した包装材用のヒートシール製接着剤を開発し製品化したと発表したからです富士ダイスは超高合金製の耐摩耗工具金型の製造販売をしている会社です 急騰した理由は、富士ダイス、信号機開発レアメタル9割削減を報じられたからです。ピアズは、店舗デラックス事業、働き方革新事業、セールスプロモーション事業をしている会社です。急騰した理由は、自社開発の AI 技術接客システムに ChatGPT を搭載した新機能の実証実験を開始したと発表したからです。安永は、シリンダーブロックなどのエンジン部品や NC 機など、 工作機、検査測定装置の製造販売をしている会社です急騰した理由は次世代パワー半導体新材料である酸化ガリウム向けの加工設備としてワイヤー層がノベルクリスタルテクノロジー社に採用されたことを発表したからです毎日ストップ高した株の解説をしています今後も継続してほしいまた見たいなどあれば是非チャンネル登録高評価コメントをお願いします